はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビーチです。では今回は信長の野望大使、上杉家前田慶次物語続きやっていきましょう。ここまで徳川とね、壮絶な戦いを繰り広げているんですが、一時的に、休戦中という状況なので、今のうちにね、しっかりと戦力を整えて、再び徳川との戦いに備えていこうという段階になります。では早速続き始めていきまーす。まずは、しっかりと歩兵をしたりしておきたいというのと、配属を見直しておくというのも手なんですよね。会津若松を前線にしているっていうのがあるんで、会津若松に武将が集まっている状態なんですけども、この先を考えた場合、柳取城とかね、小峰城、あとは岩木、このあたりにもう少し優秀な武将を置いておきたいと。いうのもありますが、とりあえず武将がいないところがあるのは論外なんで、武将を入れておきましょう。高山ウコンとか入れとく？ま、万能性がありますからね、ウコンは。で、お金に余裕があるとはいえ、無駄遣いできるほど余裕はないので、一旦これで進めちゃいましょう。で、次のターゲットをどこにするかっていうのもね、しっかり、考えておきたいんですが、金森家、浅野家、家康とね、戦うのはちょっと厳しいというのがあるので、まあ、家康とね、戦うにあたって味方になってくれる大名を探しているという状態ですね。浅野、金森、あとは庭、どこが可能性あるかだね。まあ、庭は取り込める可能性あるよね。親善中だし。ありえないのは、結城は絶対にないと思うんですよ。結城秀康は、信長のね、事実上、長男と言ってもいい息子が入っているので、そこをうまく取り込むのは難しいと思うんで、浅野はどう？浅野も厳しいか。徳川との同盟を、まあ、なんとか頼りに生きているよってもう明言しちゃってる家に何かを仕掛けていくっていうのはきついよな。ただ、金森。同盟を結んでおいて、参戦しないでくれるっていうだけでもだいぶ違うもんね。結局、敵に疲れるときついけど、なんていうのかな、どちらにもつかないっていう状態になってくれれば、まあ、それだけ、こちらとしては、事実上、上がったと言っていいと思うんですよね、戦力が。戦いやすくなったと言っていいと思うんですよ。今までだと、完全に敵方についていたのが敵じゃなくなるっていうだけで敵の兵力が減るわけなんで、ちょっとそういうのを目論みとして入れていきましょう。家康を叩くにあたっては、毛利とか西の大名ともしっかり連携を取りたいところではあるんですが、まだまだ遠いんでね、彼らは。この策はいかがでしょうか。なんとか包囲も欲しいよな。鷹の目は欲しい。打って軍事。さすがよ、兼次。頭一つ抜けてるな。鷹の目は欲しいよ。視界は欲しい。奇襲を受けたくない。あとは、どうする？座商人優遇は？特殊証券の収入増加しようか。あとはエリゼニ。こっちの方がいいかな。通常証券からのね、収入が増える方が、見入りが大きいと思うので、これで行きましょう。ゲッチ。あとは、飯山城の奪還もしたいけどね。結局家康に攻めさせる必要があるんで、家康に攻め込ませたところを、まあ一気に撃滅すると、で、戦力を削った後に逆に攻め込んでいくっていうのがセオリーになると思うので、そういう状態を演出したいんですよね。朝廷からの使者か。金が欲しいか。いくらだ。18000で、もうちょっと好意の
関与欲しいよな。だは。ここでさ、長宗壁と豊臣が争う理由はないと思うんだけどね。対徳川で一致団結しようよって言いたいところですが。報告いたします。先月の収支です。下地よ。金をばらまいていきつつ、あとはそうだ。鉄砲群馬、この辺りを確保していかなきゃいけないね。特に鉄砲をだいぶ使ったんじゃないかな。取引を行いましょう。なので、鉄砲を買う。ありがとうございました。がは、秀頼、なぜ上杉と手を組む、切るんだ。意味がわからないな。いや、確かにさ、どちらにもつかなかったっていうのはあるけど、それは、長宗壁と敵対したくないっていう、それだけだよ。庭との通称は結びまーす。報告いたします。庭長重は庭長秀の弱なんですね。先月の終始です。ご命令を。まあ、できれば、豊臣との、かしこまった。同盟は回復したいですけど、ちょっとそれは望み薄なのかな。恩賞、あ、大統領、そろそろ。ウコン。このあたり、寝返られても面倒なんで、感情を送っておきましょう。で、次の標的をどこにするかだな。金森、浅野、庭。庭がこちらになびくかどうかだけど、庭がこちらになびく可能性は皆無なんで、表情を始める。次、庭と戦うとしたら、この策はいかがでしょうか。あくまでも、また金継ぐ。五光を放ってるな。家康と開戦して、家康と和睦をした直後に、庭、叩くっていうのはありだと思うんですけどね。下地よ。家康がさっさと戦を始めてくれれば戦いやすいんだけど。どこと結ぶ？庭、金森、浅野。このあたりが味方になってくれれば、信濃を、家康から奪い取れると思うんですけどね。で、関東から家康を追い払う。そのためには、やっぱり東海道にいる福島、池田、この辺りの大名をうまく取り込んでいかないといけないよね。それがちょっと厳しいよね。かしこまりました。そしたら今回お金余裕があるので、再び鉄砲を買っておきましょう。かしこまりました。来るべき家康との決戦に備える。使いの者が来たようです。庭から交渉の申し出。なんだ。同盟だったら受け入れるよ。心中の申し入れ、庭。なんたる、心がけ。もちろんだ。守ろうじゃないか、庭を。金森、浅野もそういう勢いで味方になってほしいね。報告いたします。先月の終始です。とにかく今軍備をしっかり整えましょう。かしこまった。この調子でうまくいけば浅野、金森が、戦わずして、徳川から上杉に寝返ってくれるというのが理想の展開ですね。報告いたします。そうすれば、先月の終始で兵力でも徳川を圧迫できるので。ご命令を。それが理想の展開なんだけど、どうかな。そこまではまだいかない。一旦ちょっと現状の総兵力確認しておきましょう。徳川が34万、
ちょっと桁が違うよな、やっぱ。我々が13万なんで、まあ3分の1。毛利が21万。長宗我部が7万。長宗我部思ったより少ないね。秀頼はだいぶ小さいよな。京極浅野、この辺りをうまく取り込んで戦っていく必要があるんですけどね。まあ確実に家康はこちらに攻め込んでくるって、その時を見極めましょう。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。台風被害が出てるということであれば、そのケアをしておきたいよな。表情を終える。川普請をやっておくべきだった。今今更だな。群馬の流通とかもちょっとあんまり今必要ないので見送りましょう。ゲチよ。家康の動向が不明だな。なんかそろそろ上杉を討伐するとかって言ってきそうな頃合いなんですけどね。報告いたします。先月の終始で。こっちから攻め込みたくないからね。ご命令を。で浅野強国がどう出るかだね。金森に対してもちょっと親善を送っておきたいな。報告いたします。先月の終始です。豪雨被害が出たとしてもまだまだ余裕があるね。ここはちょっとね、委任して、こっちの意図しないものが作られても困るので、なかなか、開発に関しては委任がしづらいところなんですよね。でだ。交渉。いや、交渉の前に、金森でしょ？両国。まあ、あとは、どこまで持っていける？細川も、婚姻可能まで持ってって、婚姻を結ぶというのも手だな。は。とにかく、味方を増やさねばならない。味方にならないまでも、家康の味方にならないようにし、まあ、なんとか説得するっていうところですね。ここは不参戦だ。家康と戦うつもりはない。が、家康の味方になるつもりもない。浅野強国。報告いたします。この辺りと交渉ができる状態になりました。先月の終始です。そろそろ豊臣が滅ぼされる可能性あるからね。家康に。一旦農業と軍事に変えていきましょう。さすがよ、金継ぐ。頭一つ二つ抜けてるよな、本当に金継ぐの能力は。あとはどうする。竜騎兵とかもいらないからな。いやでも竜騎兵実戦では使えないっぽいですけど、このゲーム上では結構融通効くので入れましょう。ご命令を。軍馬、鉄砲、それなりに数揃ってきてるっていう意味では結構使えるかもしれないな、ゲーム上ではね。かしこまった。というわけで早速鉄砲を買い漁ろう。取引。鉄砲の絶対量も決めておいて、鉄砲の取り合いをね、各大名でするみたいなシステムがあっても面白いかもしれないですね。鉄砲はやっぱり強力なんで。集結中か。となると、そんなにまとまった軍を家康としても動かせない状態になってるよね。ただ、北の省に1万の軍勢が入ってるのか。なんとしても家康の方から攻めさせたいんだよね。こちらから攻めるのはしんどいからな。
我慢だな。こっちから攻めるとしんどいので我慢しましょう。徳川と長宗我部、ここも不参戦。いや、長宗我部につく。助太刀する。すまねえな。西の方で兵をいっぱい使ってるな。報告いたします。であれば先月の収支です。我々としても家康に兵をあげたいけどね。ご命令を。どこで戦うかだよね。合戦するとしてもどこで戦うか。まずはそうだな、心中左遷にかかる。同盟締結。心中させたい。心中せよ。そう言いたいけどな。で、心中を拒んだら、一気に、攻略戦を仕掛けていくっていうのがいいと思うんだけどな。いや、宣戦布告するにしても、家康に宣戦布告はできないよ、今。まあ、金森を取っておくというのはありかな。ちょっと地図をもう一度確認しましょう。家康的には、西側の武将大名と連携されるのを嫌がるはずなんで、そうなると、細川とかを取ると結構痛いんじゃないかな。あとはここだよね。越前。越中。この辺りを完全に獲得できると痛いんじゃないかな。家康としては城攻めで兵を使っているものの、北の将に1万、金ヶ崎にも1万、勝山にも1万って、もうここだけでだって4万の兵がいるからね。ここ攻めるのって現実的じゃないよな。となるとやっぱり、飯山城、海津城、この辺りになるんだよね。馬林。沼田。さあ、どこで戦うか。まあ、いずれにしても、今が宣戦布告の後期。我が部、狂わせてもらおう。助立ちいたす。助立ちいたす。さあ、では兵を進めていきましょう。まあ、まずは榊原忠次の守る飯山城、ここに兵を出す。兵数5万か。5万も出す必要ある。陣を確認する。騎馬鉄砲隊で固めてるね。お手並み拝見できる。お前が操作するんだろうって話ではあるんですが。で、場合によってはね、増援を出します。両国との親善が終わった。細川との親善も終了。報告いたします。先月の収支です。まあ、それそうなるよね。ご命令を。そうしたら、まずは買い物は、いや、買い物の前に開発だな。開発をやりましょう。かしこまりました。で、この後は鉄砲を買いましょう。鉄砲です。取引を行いましょう。かしこまりました。総流騎兵による飯山城奪還作戦もあるんですが、それと並行して一応兵を集めておきたいのが沼田城近辺に兵5万、影勝の5万を出す。もうほぼ全軍だな。
さあ、沼田城は攻城戦になりますね。まずはちょっと確認していくと、攻め口は3つ、B が2つだね。いや、C だな。ここに全軍を集中させるっていう方がいいね。よって、スケーモンはじめ、ただ1体を除いては、攻め口の C を選択。承知いで、た1し体まだしけた。おとりで、B 承から知い攻めたてしもまらう。した。で、これで、どう？強行で77日か。結構重たいけど、しょうがない。大筒目標はどこにする？車でいいか。これでいこう。家康が佐竹との決戦に勝利した？まあ、そうなるよな。お、娘を養女に。いや、ありがたいや。いただきましょうぞ、秋田蝶ちゃん。結構可愛い顔してるな。なんかちょっと、北川景子に似てますね。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。ここも農業、商業、いや、郡上一回削って農業商業にしよう。ちょっと農業商業がなさすぎる。郡上はいっぱいあるけどね。光り輝いている、だって本庄よりもさ、ノーマルの状態の、景勝、あとは義明。この辺りが、ほぼ同表じっていう情をの覚える。が、いかにこの二人が優秀かというのを物語っているな。お、浪人。伊達、忠宗。伊達の家中というか一門衆かたじけか、ない。政宗裏切ったから下地を。な。ちょっと使いづらいよね。心境的には。承知。さあ、これで、兵は動かしてはいるので、敵の出方を見極めます。家康の6万がやってくる。うわ、危険だな。家康の6万。雷鳴が発動可能？そうか。発動させてもらおう。まずは、先方ゲージの増加でしょう。我が志、必ずや果たさん。さらに、発動できるタイミングがあれば発動しておきたい。足軽のレベルを上げる。いや、国衆将兵だろう。我が志、必ずや果たさん。国衆の将兵。勝機は我にあり。今度こそ、家康の首を叩く。あ、待って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 。射撃力上昇の方が重要だな。我が志、必ずや果たさん。この日のために溜め込んだ。大命を、ここぞとばかりに発動。家康の首を取る。さあ、家康、どう動く？我々は兵を二手に分けて、飯山城、沼田城、両方に攻撃をかけていますね。そこに家康の6万がどう動くか。家康は、まずは、飯山城の救援に向かったね。さあ、味方は竜騎兵、総竜騎兵なんで、この総竜騎兵で、なんとか、家康を撃破しましょう。国衆将兵が、響いてるね。国衆将兵。
ただ雨が降ってるっていうのが痛いのと、敵も鉄砲隊、騎馬隊がそれなりに配備してるっていうのは要注意ですね。じゃあまずは作戦です。本陣切り込みは用意しておきたい。あとは切り込み隊を誰にするか。まあ誰でもいいけどな、数が多い方がいいよね。ここは溝口を指名しておこう。切り込み隊は溝口だ。頼むぞ。で、作戦2の方は踊り挑発。踊り部隊はそうだな、関に任せよう。で、こっからだ。泥沼、奈落。どうしようかな。まあ、泥沼かな。敵の足を止めて、まあ、いつものパターンですけど。軍施設としては柵を用意しておきましょう。これでいく。家康の首を戦場で取るのが一番早いから。行くとしよう。まずは騎馬鉄砲隊がいるんだったら騎馬鉄砲隊でご命令を。敵の名簿覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。敵のゲチよ、どうだらを破壊しておきたいな。ゲチよ、我が命に従え。始めよう。総流騎兵による家康討ち取り作戦、始めていきます。まずは回り込んで敵のね、この金打ち櫓を破壊しましょう。雨が降ってる以上は待ち構えるしかないからね。さあ泥沼にはめたぞ。政宗も泥沼にはめた。さあ泥沼にはまってる間に、側面に回って始めるぞ。はまったやつをはめ殺しにしよう。ちょっと今鉄砲がね、はめで使えないので、ここは乱戦に持ち込むしかないですね。で、沼田はね、やられてしまうともうそれで敗走になってしまうので、そうならないように気をつけます。ちょっとここも敵の金打ち櫓を潰しにかかりたかったんですが、政宗が今泥沼にはまってくれてるんで、これは一気に潰しにかかりましょう。というわけで罠にはまった部隊に総攻撃をかけます。雨が止まない限り流騎兵がうまく機能しないので、ここは我慢します。敵は本陣切り込みか。忠勝、ちょっと待ってくれ。ここはしっかりと逃げ切りましょう。沼田も当然騎馬鉄砲隊になってるんで、逃げ切れる余力はあるはずなので、本陣切り込みを使ってきて忠勝が突進を仕掛けてくるので、この忠勝をしっかりと、距離を取って、逃げ切りを図りましょう。やりたい前、やりたい前。ゲチよ、始めるぞ。よし、っかり逃げ切った。ゲチよ、そしたら忠勝を津田隊で追撃します。始めよ。でゲチよ、これを正面から沼田が攻撃をする。これで忠勝、ここですね。まず忠勝を確実に撃破します。まあ、石体がここでちょっと泥沼にはめられたけど、ここは体勢に行くはないでしょう。あとは家康の本陣をいつ狙うかですね。沼田隊がしっかり忠勝を迎え撃つ。それを後ろから津田隊が吸収する。ここが決まらないと作戦自体がうまくはまらないので、しっかりやりましょう。ご命令を。始めるぞ。雨は止む様子はないね。
覚悟せよ。そしたらまずは忠友を撃破する。始めよ。やりたい。おい。さあ、眼目通り忠勝を攻撃できているというのは大きいね。やりたい。前。やりたい。で、忠友隊が離脱を開始している。雨は止んだ。雨は止んだな。となると陣形が乱れているので陣形を整え直しましょう。まずは月曜始めよ。月曜せっかくのね、始めるぞ。騎馬隊、騎馬鉄砲隊って言った方がいいのかな。配備しているので、まずはね陣形をしっかり整えて始めるぞ。命は覚悟せよ。勢いに乗じた作戦からしっかりとした戦術に基づいた戦いへと切り替えていきます。やりたい。前へ。切り込め。ちょっと危ないのが右翼だな。家康はここにいる。兵数2079。まだ同行できる段階じゃない。始めよ。射撃の威力をアップする対面を発動している以上はそれをうまく活用したいよね。が命に従え。ゲチを始めよ。ゲチを覚悟せよ。ここもうね足が速い者同士で追いかけっこが始まっちゃうっていうのがね、やりたい。前へ。どうしようもないとこなんですよね。やりたい。前へ。名誉覚悟せよ。さてと、そしたら家康の配置も気になるんですが、ここで知った激励を一回入れとく。さらに足止めで忠友の足を止める。止められるか。正々堂々。忠友の足を止めたら止めた足で忠友を撃破しましょう。覚悟は良いか。で、味方は家康の方をちょっと視野に入れた戦いへと切り替えて、ここは何としても家康を叩いておきたいので、始めよ。で、味方の危ないところはしっかりケアしなきゃいけないので、ケアをしつつ覚悟せ、部隊をね減らしていきましょう。敵の部隊で味方は減らされたくないので乱戦に持ち込みつつ、覚悟せよ。一旦、この津田隊は戦線から離脱させたいというところですかね。始めるぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。家康隊が来たの。独眼竜発動してきたか。ちょっと待ってね。家康2000。これと正面決戦するのは危険だな。数で勝ってるとはいえ、家康の能力、指揮力、頭一つ抜けてますからね。忠勝の600が残ってるのが痛いんで、一旦忠勝の600無視して、攻撃隊で合ってるかな、ちょっと読み方、これを沼田隊本体で、迎え撃ちましょう。信康は射撃で仕留める。ご命令を。始めるぞ。信幸ですね。ごめんなさい。射撃の威力がどこまで効いてくるかだな。射撃攻撃力アップがね、覚悟せよ。家康相手に本陣切り込みはちょっとまだ早い。やりたい。我慢しましょう。切り込め。ゲチ覚悟せよ。やりたい。前へ。完全乱戦だな。我が命に従え。スケーモン頼むぞ。スケーモンがちょっと持たないかな。覚悟せよ。ただ忠勝を確実に撃破しよう。スケーモンが撃破されたね。噂
何、津田隊も激やか。ここで一気に部隊数が減ったな。切り込め。さらに奇襲を受ける。やるな、家康。やりたい。前へ。ただ家康の残りの兵力数多くはない。小鳥挑発で敵を引きつけつつ本陣切り込みも発動。ここで一気に家康の本体を狙う。家康の本体がガラガラになってるからね。やりたい前。逃がすな、家康を戦場で撃ち取る。やりたい前。やりたい前。やりたい前。さあ今家康の本陣に総攻撃をかけてます。家康を逃がすな。やりたい前。残り600、家康残り600ですね。捨てがまり。敵の居所を知れました。ここで三河魂出してくるからな家康だよね。強いよ。さあ晴れてる今のうちがただチャンスなので、このうちに家康を残り570まで来てます。始めよ。やりたい前。やりたい前。捨て構え。切り込め。やりたい前。ここは乱戦に持ち込んで一気に決めよう。やりたい前。やりたい前。やりたい前。家康を追撃だ。やりたい前。これひどい。今は引くぞ。引くぞ。さあ一気にここで戦況が動いてきたよ。戦を続けようか。浅はかない。今は引くぞ。やりたい。家康隊を一気に仕留めに行くぞ。戦場で家康の首を取るというのが唯一我々にできる打倒徳川の宿願ですからね。いかん。これほどと。さあ家康の首を取る。どうだ。負け戦か。逃げ延びるぞ。やりたい前。いやー家康との戦いはいつもこんな感じだ。弱者にしよう。それが戦場よ。これで戦意は互角に持ってったね。で家康の兵6万を撃破。でかい。敵将討ち取ったり。森政を討ち取っただけだね。伊藤森政。我々の眼目は家康だったのでちょっと残念ですね。捕獲した武将、まあこちらにね、従ってくれるっていうのはいいんですけど、従わない者は処刑あるの。無念。さあ飯山城はこれで落とせるでしょう。さらに我々は沼田城にも兵を出していて、影勝、5万が沼田城を狙っているという状態ですね。いやー、飯山城で、再び、家康をゴズム決戦で破ることができたというのが大きかったかな。では、もうちょっとだけ進めちゃいたいと思います。飯山城、落とそう。沼田城も落とせるかな。
自動夫人の場合は、交渉ができる。交渉する。アナカスが死んだか。キタちゃんも危ない状態。報告いたします。先月の収支です。じりじりと徳川の力を削いでいかねばならないからね。沼田はどうなっている？甲状腺を確認だ。強行で46、方位で17、水攻めで25、交渉か。方位で17だな。取るべきは。なに？岩木がここで。なぜだ？マジか。意味がわからん。金継ぎを視野に出して、城を解除させる。さて、どうする？講和会場は 6% 無理だよな。いや、行ったの？マジか。すげえな。金継ぐすごいわ。さすがよ、金継ぐ。沼田城をこんなにも簡単に取るとは。じゃあ、影勝は、一旦家康をここで迎え撃とう。進むぞ！で、合ってる？で、飯山城は沼田隊が取るでしょ？で、家康は何がしたい？さらに、岩城、何がしたいんだ？お前は、潰されたいのかと言いたいけども。ちょっとね、離反が出ちゃいましたが、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。